ランチョは、マトラが1977年から1983年まで生産したレジャーアクティビティビークルである。マトラブランドで、マトラシムカによって、設計、生産された。ランチョグランドレードシムカ1100の足回りやボディ、前半部を用いて、オフロードカースタイルの車体を、FRP で製造して仮装したもので、SUV 風ではあるが 4WD 版は、存在しない。 エンジンは一回り上級のシムカン3 0 8と同じ、オフ 1422cc80 馬力に強化され、最高速度時速 145km をマークした。当時存在しなかった形の車を安価に、製造するために、様々な車種からパーツを集めた結果といえる。オフロードカーの雰囲気だけを楽しむ車としては、同じフランスのシトロエンメアリー・アダラス。 日本のイスズユニキャブにも似たコンセプトである。1980年以降は、シムカのブランド名が消滅したためタルボ・マトラ・ランチョと呼ばれるようになり、マトラが自社開発したミニバンである、ルノー・エスパスの生産に専念することになる1983年までに5万6千台が生産された。当時の日本へは正規輸入はされていない。ランチョは、ソフィー・マルソー主演の映画、 ラブームとラブーム2の主な乗り物として登場する。劇中ではクロード・ブラッスールが運転する。また、スキーヤーのイナック・ギャバジオが様々な種類のスキーに挑むウェブシリーズの名前の一部にもなっている。二元車別冊 CG 自動車アーカイブ80年代のフランス車編。ありがとうございます。